ロレトは、メキシコのバハカリフォルニアスル州にある自治体でロレト軍の筆頭誌。1697年から1777年までの間、ラスカリフォルニアスの州都だった。2012年にプエブロ・マヒコに選出された。ミッション・ウエストラ・セニョーラでロレト・ロレトは、バハカリフォルニア半島で最も古い歴史を持つ都市であり、古い建築物が残っている。 ロレト国際空港とロサンゼルス間をアラスカ航空の定期便が結んでいる。ロレトはバハカリフォルニア半島におけるヌエバエスパーニア副王領の最初の植民地だった。この地に真水の泉が絶え間なく流れ出すことを発見したイエズス会の宣教師によって1697年にミッション・ウエストラ・セニョーラでロレト伝道書として最初に作られた。 イエズス会は1767年に追放され、バハカリフォルニアの選挙はフランシスコ会の手に渡された。1769年になると、バハカリフォルニアの選挙はドミニコ会の手に渡され、フランシスコ会はガスパルデ・ポルトラの探検に同行し、未だ探検されていない北方のフロンティアに新しい伝道書を建てることになった。 探検隊は1769年3月24日にロレトを出発した。ロレトは町の建設からモントレイにシュートが移される1777年2月3日までラスカリフォルニアスのシュートだった。その後、ロレトにはカリフォルニアビエホ副総督の所在するところになった。1804年、ラスカリフォルニアスはアルタカリフォルニアとバハカリフォルニアに分裂した。 メキシコ独立後もロレトはバハカリフォルニア州都だったが1830年に大雨によって街が破壊され州都はラパスに移った。ありがとうございます。